どうも高井です。正しい戦略、勝つのではなく負けない戦。ほとんどの人にとって戦うということは1対1で正々堂々とと殴り合いましょうということだと思いますけど、その正義のイメージからは正反対の悪のイメージの強い戦略になります。大きく分けて2つ。1つ目、消耗戦略。相手の資源を削ぎ落としていくって方法なんですけど、戦車とかジェット戦闘機みたいな兵器を破壊するというのも一つの有効な方法です。でもね、それ以上に相手の有能な司令官を無力化するという方法がさらに有効な方法なんですよ。あなたが会社を運営していて、ライバル会社の A さんが非常に有能であると、でも報酬は恵まれてないわ、部下から慕われてる、でもね上司からはすごいこいつって感じでね嫉妬されて報酬を上げてくれないと、だからうちでもっといい報酬で破格の待遇で雇いますよってヘッドハンティングしたら来てくれるかもしれない。でも周りから冷たい目線で、お前裏切んのかよって感じでなかなか来てくれないと。そしたらどうやって戦うの、あいつあのライバル会社強いよって思うわけ。そしたらランチスターの通で相手が大勢いた場合、一人の状況を見計らって仕掛けに行くんですよ。1対1の状況に持ち込めない。でも1対1でも相手ヤクザだしすげえ強そうじゃない、さすがにこのままじゃ勝てねえなってなったら仲間を呼んで数の暴力で殴り倒しに行く。これは卑怯な方法に見えるんだけど、これがランチェスターの法則です。そして2つ目の戦略が疲弊戦略。心を削りに行くっていう方法なんですけど、戦争中において飢餓って結構ピンチなんですよ。お腹が減った状態って物資が届かなかった場合もうそのまま餓死するしかないからね。食材用の大量を断つということ、物資を断つということがいかに重要なのかってことをこの本を読んで思わされたわけですけど、これを実際の会社の戦略において考えると、ネガティブキャンペーンってまさにそれで、ライバル会社の商品に Amazon の評価で星1を並べまくったとしますよ。そしたらあの会社の商品あんま良くないよねって噂立つわけでしょ。で、自分たちの会社で商品持ってて、じゃあその商品に星5が大量についてたら、この商品すごい良さそうだよねっていう。ここ最近で言う中国の戦略ってそんな感じじゃん。星5を並べまくる。これも一つの戦略なんですよ。印象操作みたいなね。それによって相手の商品を売れなくするっていう方法があるんです。この戦略が、果たしてあなたにとっていい印象を与えるかどうかは分かんないけど、一から戦略ってなんだろうって考える上ではこの本は非常に有効だと思うので読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。